列車が来ましたね。これは松坂行きってやつ。あ、これ名所線の電車。あ、こっち側の5番目に入ってくるんですね。このままでアクセスできるんだ、便利だ。こっちはね、1両の2編成で。あ、じゃあこれ変わるのか。あ、で、これがアクセスするんだ。とりあえずここのお客さんがそのまま伊勢市の方にね、行くのにっていうことですね。あー、なるほど。こっちが、キハ11系ね。いやー、さすが最底辺だったチャンネルですね。普通はこういうところね、鉄道チェーンチャンネルはここ取るのを優先するのに、コーヒー牛乳飲むのを優先していて、結局ここね、うまく展開するところをね、しっかりと取り逃すっていうね、ここのありさまです。でも出ましたね、家気浮きですよ、本当に。あららら、ちょっと逆光が激しくて見にくいですけど、まだ出発までは時間あるよ。最後見せたからまだ12分あります。キハ11系はね、普通にあっちの方の運用もありましたけどね、たまにキャンセル列車に乗ってるとやるんですよね。こいつ構造はね、さっき乗った伊勢鉄道と非常に似てますよね。こっち側は誰も乗ってないや、向こう側は何か乗ってるみたいですけどね。構造自体はこんな感じでセミクロス工法でお手洗いやるんですね。あ、お手洗いやるんだ、これはありがたいですね。こういう様子のお手洗いあるんですね。ちなみに、ね、これもさっきの施設を止めてもらって、まあ、トイレがある分なんかあんまあれですけど、こんな感じでね、結構ね、前の方までね、来てね、撮ることができるんでね、意外とこれ撮影はしやすいんじゃないかなと思います。で、ここに映ってるのが、伊勢駅っていうのがね、面白いですよね。ちゃんと伊勢駅行きですね。まあ、これで伊勢駅って読むのも、まあ、なかなか難読っちゃ難読なんでしょうけどね。こっちの方、玉木とか伊勢駅とか、こういう読み方で多いですよね。なんか、心の中から伊勢鉄道よりは硬い気がしますけどね。こっちも古いか。あ、この後乗ってくるかもしれませんけど、乗客5、6名っていうところですよね。まあ、なんかハイキングかなって感じのお客さんが多そう。まあ、そうですね、山の方ですからね。そういったのは、まあ、気候的にも今日はうってつきじゃないんでしょうかね。ハイキング日和。ね、これでね、コロナの時は県外からも来るかもしれませんけど。まあでもね、別に密になるようなことではないですからね、なんかこんな感じですからね、まあ、全然、まあ、3密は避けたまま行けそうかなという感じですね。快速見え来ましたね。ちなみに青空フリーポストは快速見えも自由席なら乗れますからね。帰りはね、それで行ってもいいかもしれませんね。早いですからね。まあまあ、来た列車の都合でね、まあ、余裕があれば鳥羽の方も行きたいですね。ちなみにこのね、今泊まったところの奥の方にね、例の松阪牛のね、駅弁の売ってるところがあると。降りの際は一部の駅を除き、車内で携帯していただき、前乗り車両の一番前のドアをご利用ください。あと1分ほど脱出いたします。窓下にお待ちください。向こう側の改札で急いで入ってきた方がいますね。
っちが紀勢本線ですね。ってことです。紀勢本線ですね。ベビースターラーメンのおやつカンパニーがね、最寄り駅ですよね。私もね、このね、おやつカンパニーのね、その近くに、工場の近くに、ね、四温泉っていうか、四川の湯だったかなっていうところなんで、そこよく行ってたんですけどね、非常にいいお湯でね、一市です。いろいろとあります。人口もちょっと多いですよね。牛トラがね、綺麗な牛トラがあって、お弁当が美味しいですよとかね、まあ牛トラくなったりどこにでもありますけど、あのこの辺りの中世地域来たらね、あのスーパーで弁当買うならね、牛トラがおすすめですよ。牛トラかゼニヤ丸安ですね。この辺りがね、あのお弁当美味しいなっていうイメージ。牛トラはカツ丼ですね、牛トラのカツ丼食いたくなったけど、あそこのカツ丼をね、全部自分のところで、ね、作ってね、あの目の前でね、あの本当にカツ丼屋さんみたいに、ね、出し取ってね、あの作ってるんですよね、それが売りなんで、オープンキッチンでねやってるところが多いんですけど、どこもね厨房がね、いつもピッカピカなんですよね、牛トラって。あれはすごいなと思いますね。そこがファミマやろ。あ、そこに牛トラってなくて、あそこの牛トラのねカツ丼美味しいんですよ。で、あそこからちょっと奥行ったところにね、あそこ上に見にくいかな、建物があってね、そこにね温泉施設があって、あそこの温泉費用にですよ、700円でね、もう昔はね、あの600円でね、あの全部ねタオルとかも全部ついてきたんですけども、今はねちょっとタオルのサービスはやめちゃいました。ですね、タオルがいりますので、そこはご注意が必要ですけど、日によってサウナのスチームサウナとかいろいろね種類が変わったりとかね、面白い構造なんですよね。伊勢の字みたいな感じのね、イメージになりますけど、漢字の表記がね出てきたらね、そこで出したいんですけどね、ちょっと見にくいですけど、漢字で書きますわ。こんな感じでね、伊勢の字じゃなくて伊勢の石なんですよね。で、伊勢なんですかね、こっちまで作る6択にもらって電信をお取りください。どういうのか伊勢駅にもね、ご利用お客様は前寄り車両の一番前のドアをご利用ください。この列車は国道です、ね、列車のこれがね、白山とかね、秋の方とかね、いろいろと抜けてくるのにね、便利なね、道で、まさかの人でしたらね、まあ、一度は使ったことがあるんです。生地とか、もう抜けるんだかな、そうそうそう、秋の方とか抜けてくるのが非常に有効な道ですね。